これあれですよ、望遠鏡なんですよ。ね、こうやってずっと日光街道の奥の方が見えるように今日は。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。すごいうまそう。このカルビーメンチ、はい、はい、うまい。今までのロケでは絶対になかったこのスター感。ありがとう。どうもありがとう。あたちのスター山重ちゃんだよ。ありがとう。ありがとう。じゃあさよなら。さよなら。ちゃんと勉強しろよ。税金を納めろよちゃんと。ダメになっていく。長崎さんはもともとが梅田だから、はい、ここはあれでしょ、荒川を越えた側なんですよね。向こう側なんですけど、ね、はい、でも割と足立区で、うん、まあ一番大きい町といえば北千住なんで、ああ、はい、もうよく来てはいました。銭湯もさ、ありますあります、結構あるね、はい、まあ一時よりは少なくなってるみたいだけども、やっぱりもう本当に僕子供の時はもう銭湯、うちも実家小さい時お風呂なかったんで、うん、もうとにかくもうみんなが銭湯に行くって当たり前でしたから。銭湯です、銭湯。ここ橋、ここ、はい、千住で2番、大橋。ここはいいですね。なぎらさん、あれ、あの飲み方、まずい飲み方だな。今月は遅いっすよ。ねえ、遅いっすよ。どうなってました？できちゃってますもん。あ、まあ、そうつかないよ。これ、梅割りですか？梅割りです。これ、もうこの店はこれなんですよ。梅割り、恒例お酢類ってあるじゃないですか。それの恒例の方というのは、純正アルコールを 96% 未満の水溶液で割ったもんですよ。はい、このカウンターの下のね、これ梅割り、あ、これ、はい、これ、はい、お口から行って、お口から、お口から、お口からでいいですよ、タッパーあるから。女王の金目屋も闇々ついて、そこにこれ 梅酒ですか？クマは強いですか？あのね、今のもはいいんですけど、昔 その戦後すぐ飲みにくかったという、それでこの合成的な梅のエキスを垂らすか、ブドウってなったら覚えてます？うん、ブドウ割りや、ブドウのやっぱりエキスを垂らして、これ飲みやすくしてという。ブドウフレ、坂崎さんはこの店を存じ上げてる。いや、あのね、もうこの綺麗になる前から。あ、前は綺麗だった。いや、まあ、前は汚いみたいな。もうちょっと、ね、名物ですよ。初めての飲み方これ。うん、大丈夫。割らないんですね。あ、それでさらにこれが飲みにくいよって人がいたから、炭酸で割ったのが、焼酎ハイボール。あ、だからなるほど、うん、北町の塩入ってみんなこういう色ついてるでしょ。はい、ね、ついてます。でそれぞれがなんか元祖って言ってますね。ね、言ってますね。味がちょっと、うちが最初だよっていう店は私知ってるだけで10軒ぐらいありますよね。いいですね、染みてますよ本当に。おいしい。東京三大煮込みの一つですからね。そうなんですか。はい、ここに来たくてね、サンフランシスコとかあの辺から来る人大勢いるんですよ。いらないだろうけど、本人たちは。サンフランシスコにまで噂が驚いてるってことだ。そうですよ。ここだけども、偉いのは改装してきたけども、この雰囲気は昔の雰囲気残したんですね、カウンターで。このね、微妙なね、
これ高さ、高さいい、うん、すごい重要ですね。やっぱり直すとき難しかったですね。あ、直すとき、うん、だからテーブル席っていうのはね、お金持ちの人が行くっていう感じ。いやいや、そんなことですよ。個室用意しましたみたいなことじゃないんですから。ビップ席だよ、ビップ席。人数多かったらテーブル座りますよ、だって。人数多く、それはなんだな、本当にダメですよ。本当はこういうお店はね、人数多くしちゃいけない。なるべくね、もうせいぜい4人。何代目ですか？4代目です。4代目？4代目です。何年前からやられてるんですか？もうお店はもう130年ぐらいありますからね。130。先代は最初の千住橋のところにいたらしい。それでお会いしてやろう。なるほど、隅田川のところですね。そうですね、ね、もうチャキチャキの地元っ子ですから。それを今遠回しに田舎っぺたとか今なのか。僕ら土地っ子ですから。すいません、東京の外れっていう意識が強いんですよ、足立区の人間って。足立区どこですか？僕梅田です。あ、ごめんなさい。どうしたんですか？タメ口禁止って。すいません、なんだけどやめてください。その反応は何なの？おとぎ、梅田、海島にタメ口なんて聞いちゃダメです。しかしまたその北千住がちょいと外れたとこですよね。そうなんですよ。なんか、うん、そういった心持ちで言うと北千住はどういう街だったの？心持ち、だからまあ2個上の先輩ぐらいの感覚ですよね、その。お、やっぱ向こうなんで僕は。お、この川1個橋越えるっていうのは大きいですね。でもこちらに来るのは怖くないんでしょ？まあ、怖くはないけど、いやでも最初怖かったですよ、やっぱり。あ、そうですか。とんでもないでっかい街行くぞっていう。あ、そういう怖さ、やっぱ今で言う渋谷みたいな感覚が出せる。ニューヨークに一人で置かれちゃうみたいな。そうです、そうです、そうです。本当に安いな。ね、こんだけ歴史のあるところで、今本当にメニュー見て心から食べたいなと思ったのは、あのカニコロッケとかなんですけど、俺そういうの頼んでいいのかどうか不安なんですよ。酒のつまみでいいものってなんで、やっぱり酒が選ぶっていうのもありますけども、それは言えないよね。一番その時食べたいもんだもん。僕言っていい？うん、いいかな。でもいいですよ、色っぽい女の人。ああ、ごめんなさい。全くつまみのない店になりますね、ここ。そうそう、ここはね、おじさんばっかりなんですか。あのね、これがあるから大丈夫なんですよ、ここは。ね、それはでも、だからその時の体が食、ね、欲してるものが一番うまいもんであって、ほら、ちゃんと。それで酒のつまみって会話ですよ。そうですね、こういうあのバカっぱなし。それでこれが重要なことなんですけども、こう今例えばじゃあここで、そう、さっきの相撲の話で盛り上がってるとしましょう。それで、あ、ちょっとすみませんってトイレで帰ってくると全然違う話になってるっていうのは、これが正しい。面白いです、飲み屋の話で。あれ、相撲の話どこ行っちゃったの？なんだふんどしが取れてるみたいなさ。いや何だそれ、何の話。そのぐらいコロッコロッコロッコロ変わるというのは、非常に会話というのは酒のつまみになってると。私もうさっきからもうこれが気になって気になってしょうがないですよ、これ。別に気にすることないんじゃない？応援行きますよ、これ。いやだって内田優也、ここ骸骨ですよ。この中にこういう試験管みたいなやつが入るのありますよね。やばい、あ、持ってんの？大将来ちゃったな、違う。なぎらさん、はい、カニクリームコロッケどうよ。めちゃめちゃうまいです。やっちゃったの？めちゃめちゃうまいです。もうちょっとだけだよ。いや、そうっす。いやでも流儀に反するんでしたら本当にもう無理して食さないでいただいて。もう相当無理してるよ。すいません、本当に流儀に反する必要ないんです。だってこれメニューあるものは何に頼んだっていいんだから。今、テレビ見てる北町の人間が、なぎらはやっちゃったねって言う。言わんとしてるよ。すいません、すいません、本当に。いや、何頼んでいいんですよ。これですよ、これ。これしかない。瞬間瞬間の出会いと同じじゃないですか、お酒って。その時の何が、どんな会話をするのかも分かんないで会ってるし、どんな酒を飲んだらうまいかも分かんないで会ってるけども、それがこうパパパパパって組み合わさる瞬間に本当にうまい酒飲める時ってあるじゃないですか。
はい、仕事のね、面倒くさい人と飲んでるときに、すみません、待ってください。あれなんでいやなんかパクられるのか、でもなんかですか、これ瞬間に出会いが酒をうまくすると、はい、でもよくよく聞いたら大したこと言ってないですよね。いやいや、酒をうまくする、バーイナギラ、バーイナギラ、でも雨にも負けるとかダメだろ、バーイナギラだけ、すみません、ちょっと日本線引いてもらっていいですか、すみません、バーイナギラに関して日本線ちょっと、すみません、あれちょっと、おこれ見てみろ、しかもこれ、あの証人そろばんですよね、後ろが見えないような、こうやって打ってるんです、それ見えない、こちらになりますってやつ、うん、それでも消費税 8% 大丈夫ですか、それ個人情報、個人情報が入るから見えないようになったこれ、あれだろうな、はい、これ5630円、はいはい、すいません、本当はあんたなんじゃないですか、じゃあ、じゃあ、あれで5000円でいいや、でも一番の贅沢ですよ、明るいうちから飛び出すっていうのは本当ですよね、うん、歌歌っていい、あ、いや、いいよいいよ、捕まりますよ、ここあれですね、あ、そうか、この通りがこう来て、あそこのなんか、あのなんかあの有名な飴玉屋さんがあ、行きましょう、ありました、左側にね、行っちゃう、行きましょう、左側、飴玉屋さん、あ、じゃあどうも、うん、忙しいな、なんか庄内会長みたいな、庄内会長みたいな人で、ね、あ、石倉のあれだよ、石倉いいかな、え、いた、おじさん、おじさん、石倉ね、うん、石倉さん、こわ、こんにちは、あ、こんにちは、久しぶり、あ、久しぶり、久しぶり、もういつでもいろいろありがとうございました、あの日記飴ください、いや早いの、あ、ないか、ね、ありますよ、今日はちょっとね、今日ないね、いや梅干し飴、はい、100g、はい、はい、茶玉もうまいんだね、なんか随分行動が早いですね、いやっていうかもうね、生きてる時間が短いから、あ、そう、うん、これかわいいね、ちっちゃいよね、これね、あ、これ、はい、これ特に化粧よ、あ、はい、ありがとうございます、私これね、で、はい、いかほど670円、ここ何年やってんでしたっけ、昭和8年から、昭和8年か、あ、これね、いい形でしょ、こういう懐かしい飴でしょ、今ない、これ、そう、やっぱあの大変な戦争を乗り越えて、うん、日中飴もね、これが、これなんだろう、茶玉、茶玉だ、はい、これ、下手打って、もうこれ開けてんの、はい、絶対ここで粘ってたらくれるんだから、これもう茶玉食っちゃいました、味変わっちゃう、どうぞどうぞ、米山さん、あーんっていう小さい散歩スタイルでね。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。高年期で対戦したな。千住パワーズ。僕梅田ヤングだったんですけど。千住パワーズ。この街にビーバーズ。あんまり言えない。大橋ガンガさんね。ほら見てほら。うわ。大橋ガンガ。診療中。今診療中ですよ、これ入るんですよ、すごいな、これ江戸川乱歩の世界ですよね、ああ、椅子は多分人間椅子だと思いますけど誰かが入ってる、屋根裏になんか住んでますよ、して来てますよ、いいでしょ、これこれすごいですね、この歴史を感じる建物、こういうものがポツッとあるから恐ろしいね、あ、どうもこんにちは、ご苦労さんは、ね、どうも、自回りですご苦労さんって言われる、この仕事してね、こちらが、はい、当然来たことあるでした、あります、最近のんべい横丁なんて言われてますが、はいはい、のんべい横丁って言っちゃうのもこれ首都とですね、はい、時は通りと言いますね、あ、そう、はい、のんべい横じゃなくて、はい、あ、今かかってる曲がそうです、私の歌の、そうか、これかかって今かかってる歌がそうです、あれ、もしかして編集でイルフとしてますこれは名だたる名店が並んでますけども、はい、まずこちらからちょっと行きますか、うん、ね、あ、ここもすごそうですね、今串カツって非常に東京にも増えましたけども、
ここがまずあれじゃないかな、老舗じゃないかな、ここがもう行ってますかね。あ、お茶どうも、はい、あ、じゃあこちらちゃう、どうも、お茶ね、あのビンビル、はい、あ、じゃあ俺もグラス行こう、あ、じゃあこれでいいじゃん、俺もかな、豊かよ、とりあえず、はい、じゃあどうも、はい、イケメン、はい、どうも、もうね、この値段ですからね、いけますよ、はい、うん、いいですか、注文して、はい、ね、ピーマン、うん、ししとうレバー、キス、イカ、ウズラ、チーズ、あと、イカ、キス、ウズラ、チーズ、あとレバー、シストピーマン、いや、全部かないよ、すげえ、すごいですね、すごい記録力、あとエビ、サバ、シマイ、おあとほら、パウンドのやつ、クチカツとかさ、なぎらさんがギターを叩くと同じぐらいの感じの、うん、まあ、あんまり叩かないですよね、叩くのは泉谷の方でね、あ、うん、これだけどもこの時間ですよ、あら、4時半、ちょっとセーブしよう、店パンパン、働けよ本当に流行ってますね、いや、ここはもう大体入れないの、店も入りませんね、うん、今は女性同士っていうのは今は失礼でしょ、すごいですよね、この辺がやっぱり飲み屋の文化変わりましたよね、あ、キスどうです、キスこれ、ね、二度漬けしなきゃいけないんですか、じゃあいただいていいですか、僕大丈夫ですか、じゃあ、いただきます、二度漬けだ、シューマイ珍しい、なんかうまい、珍しいですね、揚げシューマイになる、うん、皆さん、ちょっとしょっぱいもの気をつけてくださいねって、主治医が言ってました、はい、はい、シューマイお気をつけください、揚げシューマイと違う、うまい、行ってみて、行ってみて、はい、あ、これうまい、すごい、何時から、4時から、でも4時になるといっぱいでしょ、もうそうですね、最近でも多いですね、でも普通4時っていうと、ま、仕事してる時間ですよ大の大人は、そうですね、どういう方が多いんですか、先住は大体もうサラリーマンの方がもうほぼ飲んじゃいけない時間ですよ矛盾してますよ、そうなんですけど、そうなんですけど、まあそれはまあいいな、まあ、うちらになりたい、ね、普通そういう飲んじゃいけない人がこういう時にカメラ回したらこうする人がいるんですけど、みんな堂々と飲んでるみたいなど素人が渚さんみたいな人入るってね、本当にやっぱり長生きするもんだなって言われて、いや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 、お祈りの七光でポップな、ポップなおじさまです、あ、すいません、うん、あれうまい、うまいな、どうします、もうビンビール一本開きましたけど、うん、どうぞ、あれどうしたんですか、もうあれ新しいもん注文しちゃったんですか、いや、僕はもうあのチェイサーでウーロンハイもらってますからじゃあ、ナメさんどうして、もし何言いますこれ、いや、わかんない、どうぞ、じゃあ、ビンビールください、あ、ビンビール、あ、そう、はい、あ、生いきます、いやいやいや、これなんか、ビンビールと生ビールって頼むシチュエーションとかあります、うん、こういう時は生ビール、生ビールの生意気ですよビンビールでしょ、いや、飲ませてくださいよ、生ビールっていうかね、本当に昔はね、うん、あの本当に夏になると生ビール置いてあるんですよ、本当になかったんですよ、そうだね、そうでしょ、うん、冷やし中華と同じで、うんうん、そうだね、うん、だから生というとイコールそうだ、夏のイメージで、そうですよ、うん、生ビール始めましたっていう、そうです、そうです、あったんですね、そうそうそう、うん、そうか、そういうとやっぱり今その時節的にもう1年間あるから、そう、ありがたみはないんですよ、なるほどね、うん、うん、で若いくせにさ、冬で生ビール飲んでると本当に果たしたくなるんだよ、シューズと生ビールは夏だよ
ありがとうございます。チューブと生ビールは夏。追いかけてるのは健直子。追いかけて夏。柳田さんってあの真心ブラザーズがデビューした時の審査員されてましたよね。よく知ってますね。僕それずっと見てたんですよ。そう。僕あの実は勝ち抜きフォークダンス戦からなんですね。それがあの夕方5時夕焼けにゃんにゃんの枠で、そうで1週目番組始まって1週目から、うん、いきなり真心ブラザーが10週連続勝ち抜いてデビューしたじゃないですか。そうその時の審査員をされてたんだよ、竹谷さんが、うん、司会兼審査員をね。で僕デビューシングル買ってますもん。本当、はい、ちょっと京志郎に似てるんだよね。あ、そうです、うん。だ僕一番最初に買った CD が、うん、タイマーズのデイドリームビリーバーなんですよ、うん、清志郎さんの。あで2枚目が真心ブラザーズのデビューシングルなんですよ。で僕に聞いてくれる最初に買ったレコード何ですか。多分知らないと思う。ジンクルーパーのドラム武器。本当に僕は知らないんで何とも言えないんですけど、ジンクルーパーのドラム武器。ドラム武器って知らないな。パンパパ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 パ買ってあげたの？うん、買ってあげたっていうか、あの我々買ったんだけどね、うん、あいつが先に行ったところ、こうぐるぐる回ると嬉しかったんだよ。今でもあのぐるぐる回るの見てたまに笑ってんの。で、しかも子供だからさ、こういうとこに、こまたちこっとこう物を置いてピシッと来る。あれもね、ものすごく嬉しがってくれて、あいつが。今でも嬉しがるもん。竹谷さん、それはもうギリギリアウトです。あ、深夜だ。ちょっと歩くよ。はい、こんにちは。近いな。近いの、隣じゃないですか。あ、どうも。あ、お久しぶりです。すみません、お願いいたします。よろしく。どうも。酒飲め、酒を飲んで忘れちまえ。どうしようかな。メグさん、俺酒飲んで食べちゃうよ、もう。うん、なので。いいの？うん。まっかり。まっこり。まっかり、まっかりって言うの、もっこりか。まっこり。もっこりじゃないですよ。もっこりじゃないですよ。いやいや、何する？僕いつも通りの感じでいいですか？うん。コーン茶割り。昨日ありましたっけ？あった。あるんですよ、コーン茶。ちょっと待って、いつも通りっていつもコーン茶なの？あの割とお茶割りを、これお茶割りを飲む。美味しい、美味しい。これはコーン茶割り美味しいんですよ。美味、うん、しい、美味しい。確かに。ワインの赤を。はい。はい。本当にいつも通りですか？うん、いつも通り。いつもワイン飲まれるんですか？ワインが似合わないみたいな言い方されると私もちょっと嫌なんだけども、ワインですね。僕はね、ちょっとお酒なんだから。本当ですか？お酒なんだから。ここあれですね、やっぱりあれなんだっけ、この煮込み。いえ、煮込みは大好きなんですけど、こういうのこうさつま揚げみたいな。あ、そう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 、煎じ揚げ。そう、あ、煎じ揚げってのあれ、当店名物煎じ揚げって書いてある。うん、どこ。あ、これ煎じ揚げのニンニク。煎じ揚げください。あれ、千住揚げ。千住揚げ。マッコリのお客様。はい。すいません。誰がカニクリームコロッケで注文していて怒ってたんですか。まだ5時半だよね、はい、この北千住を3軒で終わらせたくないんですこれ。まだまだイントロデュースなわけですね。体を慣らしておかないと。あれか、おならいね、直しですね。打球で、あ、どう、そう慣らしでさ、長見のお父さん有名なんだけど、
こういうね、千尺座みたいなのがね、こう江戸趣味で、祭り好きで、はい、うん、でこういうの集めてたね。でもあれは木版杖ですね。木版杖です。これ本格的な千尺座ですね。本物ですね。この木版、これはね、コレクターズアイテムですね、これは。その通りです。そういうのは、これは神社に貼っちゃいけないんです。忍者の反応はみんな最近はなんかカラーのも貼ってるけども、あれは炭だけなんですよ、一色だけ。これは交換符だっつって、生ね、仲間でやって、で名刺代わりに使う。いやいや、交換会ってね、要するに交換会1年に1回やって、道楽者の人たちがさ、で昔はこれでその1年に1回の交換札を作るために財産なくしたと。本当にどうなるんだっけ、ね、でそこに遊びをいっぱい盛り込むってことです。遊びどころだね、もう命をかけた。命かけた、本当に。道楽に命かけるってすごいですよ。煎じ揚げのニンニク入りになります。はい、煎じ揚げ、これ行ってみてよ。これ、まあ、こうやって見ると、いわゆるさつま揚げね。ちょっとこれ見て、ちょっとかね、こう、プルプルプルって、プルプルプルって、こう、なんかないですよ。これ、いや、本当にね、このプルンプルンなんですよ。本当にで普通のさつま揚げと思ったら大間違いない。これうまいから。さつま揚げのイメージじゃないじゃん。そこはどうしたって。これ何だっけ？千住ネギ。千住ネギって知ってるでしょ？ネギの産地ですよ、千住って。深谷みたいな。深谷ネギみたいな。でだからほら切り口ネギ出てんじゃん。ネギいっぱい入ってますよ。え？千住ネギって有名なんですか？だから普通のイメージと全然違うでしょ。全然違う。今ね、この若旦那、はい、今の旦那にこれ、ね、20歳なんですよ。あ、そうなんですね、うん、僕、梅田なんですけど、うん、で、千住ネギ知らないんですよ。千住ネギ知らない。見つけたよ、一人。すいません、ちょっと僕、千住揚げを初めて食べたんですよ。今、新しい札持ってきます。いやいや、あ、本当？なんすか。あ、いや、今俺のことぶっ飛ばすんですか？千住ネギ知らないよ。ほら、千に寿ぶき、千に寿ぶき、千住ネギもこの千住だよね。うん、これで、これ先生、修復人っつって、うん、この永見さんの札で、うん、1,2,3,4,5,6,7 修復人をかたどってて、うん、これちゃんとしたあれですよね、ほら、うん、木版刷りで、うん、この細かいもの全部掘らして、刷り紙にこれ何色入ってるか。いや、これすごい、ね、フルカラーじゃないですか。そうするとこれを1年間かけていろいろ考えるわけですよ。でこれを交換会に行くって言ったら財産なくすって。それやっぱ負けたくないってこと。俺のがすごいぞっていう。それ言わないよ。どうだ俺のすげえだろって絶対言わないんだけど。言わないけども失礼しますけど、今年はこんなもんでつって向こうが終わって、ああしまったと、しまった越されたと、来年はもっと見てみろという。かわいいですね。それで財産潰すぐらいの道楽行きだな。いいですよね。生き生きっていうと、軽々しいということがね。だからそれが難しいのよ。これを生きがると言ってね。あ、そうです。僕まだ生きがってますね。完全に生きがってます。生きは難しいですよ。おつオツぐらいでいいね。これがまた難しいね。これもいや、でもなかなか今主語ですよね、オスは。オツはオツだって言う？オツだねっていうの、もちろん単語では知ってますけど、日常の会話では出ないですね、オツだねっていうのは。なかなか出ないね。歌いただきました、ありがとう。ありがとうございます。お願いします。パパ元気？元気。本当？ああ、パパこれパパ。あ、これが先代。こんな感じ。いいですね、この夕暮れの塩梅が。狭い道をね。ねえ、これですよ、ね。これ、酒たしなむ人間はこの明かりを見てみんなダメになっちゃうんですよ。かわいいですね。夜の帳がこの
降りるとともにこの赤い提灯がね、綺麗ですね、うん、酒飲んで酒を飲んで、じゃあこの通りのこういうね明かりというのは、そう、世界の夜景みたいな感じでね、うん、世界の夜景からですか、うん、世界の夜景から、あ、世界の夜景からやりてえなあのね、ここどこ、ここ、これおうちは下田屋、下田屋、昔のっぽいね、うん、下田屋ってことも、もう今あれですけどね、うん、あ、何ですか、帰る帰る、ちょっと、うん、こうすると、いや、中で自動ドアなんですか、はい、どうも、よし、お邪魔いたします、うん、お邪魔します、はい、ね、あ、あ、あ、お、あのね、ご主人、トラさん、はい、トラさん、トラです、よろしくお願いします、で、実は、うん、何？坂田さん来たことあるの？ないよ、俺は。あれ？いやいや、何度もあります。来てんじゃないですか、どういうこと？ここがですね、今お客さんの中から酔っ払ってんじゃないのっていう声が上がりましたけども。ねえ、何よ、何、人を何と思って。2時から飲んでんだから酔っ払ってますよ、それは。うん。何ですか、トロちゃん、あの本、はい、ほら、こう、え、どこ、どこに行くんですか、これ、これがね、だこっちが、はい、ほら、こう、吹き出、ね、これよ、何これ、あ、これか、この街灯ですか、うん、街灯でね、これ別に知らなきゃその辺の街灯だと思うんだけど、こういう昭和30年代40年の足立区というね、はい、うん、でこれがね、はい、今通ってきた実は北千住の駅前を、はい、地下鉄が開通、地下鉄が渋谷線が開通した時にやってるの、これは何年ですかね、はい、37年、37年っていうから東京オリンピックのちょいと前で、それで、私が何を言いたいかっていうと、はい、この中にある街灯を探してください、そうだよ、ちょこちょこたる、ほらほら、わかんないよ、それがこれこれこれほらほらこれ、あ、そうだから抜いてきちゃったのこの泥棒大根じゃないんだからさ、抜いて待ってくれないでしょ、うん、最後に破棄するっていう時に行って、これどうする、もらえるから、いいよっつったもんで、これが持って帰るのもめんどくさいからもらってくれればって言われて、もらったんです、これはだから通る人もみんな知らないと思うけども、そう、これはすごい、そう、哀愁の街灯ですよ、哀愁の街灯、あ、街灯ね、うん、じゃあこれはすごいわ、こういう話聞くと嬉しい、嬉しいじゃん、うん、一発入れます、何やってん、何やってん、随分古いディレクターいるな、随分古いディレクター、随分古いディレクターここ見て、こういう飲み屋の神と言われているどうです、吉田瑠衣さんが来てあら、うん、それは知ってます、ね、おパッとあげようか、うら、はい、中や千住娘の箸使い吉田瑠衣、その代わりですよ、はい、裏飯屋千住娘の竿使い吉田瑠衣、吉田和っていうね、吉田、おそらく、あ、うまい、これ、あの本当に初めましてなんですけど、吉田瑠衣さん、あ、吉田和さん、和さん、うん、ちょっと本当勉強不足で存じ上げないんですけど、うん、おそらく最低な人なんでしょうね。だから何回書も書いたの？私？あそこの子だけです。はいはい。あ、書いててください、なんか。うん、あの人の名前で。あれ？え？岸田和さんって強いよ、これ岸田和さんって この字はね、もう岸田和さん、もしかして私の渚健一です、岸田和さんって人が、ダウト、ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。はい、はい、はい、ハウス、ハウス、なんだハウスって、ここはじゃあ海洋丸もらうか、これなんだろう、海洋丸、お、本マグロですか、
一本いっちゃいますよ。これ魚これ知らないですよ、これ何でかもしますよ、これ焼酎だったら前割りがいいですね。あ、なんですか前割りが、はい、いや、それいただきます。キアで、はい、前割りいつまでも若い。いいですか、はい、怖い赤ワイン、うん、美味しいのとまずいのがあります。美味しいやつ、いいや。高級ワインとか。ここのね、ワインがね、ひっとい、悪いんだろうね。あのね、昔のことは。次の日もう足腰立たないぐらいになっちゃうね、このワインね。ここは効きますよ。高級、最高級ですから。私なんか本当にちょびっと飲むだけでもうなっちゃうね。3本飲みました、この前で。3本？この番組始まった時には自分の役割だって、自分が喋ったら相手が喋った時に黙ってたの、ずっとどん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 こう重なるようになってきたでしょ。これが酒の力ですね。そうなんです、うん、主力、うん、主力は左に行きみたいな、うん、言うと思った。どうも、ね、じゃあ一応中締めということで、はい、ここでね、うん、4軒目中締め、中締めということでね、中締め、まともに飲んでるというのが、はいはい、すごい番組で、うん、コンビーフねえのか。、うん、なあ、それいい、コンビーフ春キャベツ、はい、いやコンビーフ春キャベツで2キャベツ、コンビーフにキャベツ、コンビーフ好きなんだよな。え、これ、はい、これコンビーフ、僕コンビーフ大好きなんですよ。僕本当にコンビーフ大好きなんですよ。あ、じゃあ、いやいやいや、どう、うまい、本当にうまい、ちょっと言います、ぶつ取り会の完全に食べ物番組の、じゃあ下手すると昔のテレビドラマじゃないけど、コンビーフ缶開けてくる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 巻いて かじりながら酒飲める方やってました、本当に。あ、今時珍しい、あの缶こうくる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 巻いて、野崎ね、何なんですかね、コンビーフのあれ知ってますよね、もちろん知ってますよ、理由ね、こうなってる理由、え、なんで知らないそれ、どういうことなんですか。これ粘着性があるから、マリカンとかだと出なくなっちゃうから、ただあれだけ空気入れるとスコッと出るから、出るよね。飲み屋でね、言葉の遊びってあるんですよ。例えば、これ、別にあれですよ、しりとりじゃないんだけど、一人ずつことわざを出してくるから、4文字熟語を出していく。あ、それ言いましょう。じゃあ、まあ、紙とあのなんかね、ペン3本用意してください。あのね、3分に区切ろうか、はい、時間、3日ってのもいいんだけども、あの下町だからほら、あの3秒ルールって大体3日ルールだから、はい、漢字の木、どういうこと、あ、木ね、音読みの木を吐き出せ、はいはい、木と読む字を書けばいいですね。なんかすごくなんか嫌なゲームの感じしないこれ。3分よーい、なんで集中するんだよ。分かんねえぞ。やべえ、出てこねえ、出てこない。やばい、出てこない、全然出てこない。カウントダウンしてきてよ。ヒントねえな。俺一応大学行ってんだけどな。これは結構難しいですよ。あ、あー、いかん、分かった。キーキーキーダメだ、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 キー、全然出てこない、本当に出てこない。残り20、おかしいな。それなりに受験戦争勝ち抜いたはずなんだけどな。ダメだ俺。7、6、5、4、3、2、1、タイムアップです。しまったー。
方変えればよかった。一番できてるじゃあ、はい、何の何っていう、まあ、喜ぶの木、喜ぶの木、喜怒哀楽の木。あーいやー、そう、女に木ってなかったっけ。え、忘れた。この喜ぶの木はあるよね。あの、あるよあるよね。これはいいよね。気持ちいい、はい、気持ちの木。あ、そんな簡単なのがあったのか。汽車の木、ちょっとまあそういう人の心をえぐるようなこと。汽車の木、そんな基本的なものがあったので、帰る。ああ木だ、来る。うわ、木だ、来る。僕は出たのは、あの木、ただの木。うそー、こんなこと忘れてんのかよ。木、いや、そこで、僕はあの自分の名前なんで、はい、樹木の、あ、綺麗、木、うん、っていうか字が綺麗ですね、この人。ほら、これ5分欲しかった、はい、っていうようにね、こんなバカな、これ全然さ、うん、で発想が全く違うんですね。ね、テレビご覧の皆さん、これ疲れるよ、これ今からやってみようと思ってますか。したらね、ショーっていう字です。どういう字だ、ショー。多分ショーも面白いよ。楽ってそんな楽ないですか。ユーも少ないですよ。まだこれやる、締めのテーマですね、これがもう、酒から学んだこと。学んだことって今学べなかったか、今で、うん、僕お酒と、うん、銭湯って似てるもんですよね。来た、お風呂の、お風呂、銭湯とかって裸の付き合いっていうじゃないですか。その裸って恥ずかしい部分を見せることだと思うんですよ。心の裸だよ。バッグどこ行ったかな。先に俺が行ったんだ。ちょっと待ってください。まさか。来た。瞬間の出会いが酒を楽しくする。どこから？酒とは心の裸ね。お風呂と一緒だっていうのを、それは誰の言葉ですか？バイナギ。この泥棒。いや、だけど、非常に、だけどそれ分かるね。だから今、先ほど言ったことと同じで、飲んでない人の前で裸になるの恥ずかしいんだよね。恥ずかしいですね、うん、だからこの、結果おちんちん見せ合うっていう関係だと思うんですよね、うんうん、私はね、そこから学ぶことってのはね、ダメな自分、負の自分ですよ。そういうことですよ。学ばなくても悪いって言ってもこう、だから悪いって言って、だから酒から、うん、あ、酒飲んでるとこういう負の自分が出ちゃうんだなっていう、反対に、うん、マイナスの部分を、うん、見えることっていうのはありますよね。これじゃいけない、人間はもうこうなったらおしまいですよということ、負の部分を勉強して、次の日になって、あの、午前中から30頃までは路傍の石を読んだような気持ちになるわけですよね。暗夜行路を読んだようなすきれいな気持ちになるんですけども、あの、茜見た瞬間に、誰が五一だか忘れちゃうって、で、その瞬間に、下浦小島、誰だろうね、俺に物言ったの。そうですね、はい、昨日の晩と同じですよ、それ同じ、うん、だって、で、またそれを繰り返すということ、その繰り返しの美学を学んだな。素敵だな。この番組に私出させていただいて本当に良かったなって今思ってます。感心感動ですね、うん、ありがとうございます。感っていう字でやります。ドラマだな。え、はいよ、ドラマだ。拍手に送られて見せてるなんてことあります。酔っ払いました、さすがに。ちょっと待ってください、投げ屋さん、投げ屋さん、投げ屋さん、で、振り向くと、もう、もう帰れない、やだ、無理、怖い、無理。投げ屋さん、すみません、今日、ケツ何時かだけ教えてください。ケツが何時になるかだけ教えてください。だって、まだ酔いの口だよ。まあ、確かに、まだ暗くなったばっかりですけど。上野だな。移動ですか。今から移動します。上野、あれ、まだ尻尾がこうだからちっちゃいんだね。何ヶ月ですか、生まれて。3歳です。3歳。ゆくちゃん、はい、3歳、もう3年ですよ。まだいた、3歳だってあれ。はい、どうも。まだいたってことは同じ時間いますからね。あ、先生逃げちゃう。逃げない
えぇ、これは違う。